続いて日本共産党初期局長小池晃参議院議員よろしくお願いします皆さんこんにちは日本共産党の小池晃でございます 景気動向指数が6年ぶりに悪化です。全国津々浦々に景気回復の暖かい風が届き始めたと安倍晋三さんは言っておりましたが、その風は安倍さんの頭の中にだけしか吹いていなかったということではないでしょうか。10月20%に,に増税するなどとんでもありません。その一点で力を合わせようではございませんか。 政府の中からも、動揺が生まれています。自民党の萩生田光一幹事長代行が、インターネット番組で言いました、景気が落ちている、このままみんなを崖に向かって連れていくわけにはいかないと、テレビ番組で共産党の人から、増税対策にそんなにお金を使うぐらいだったら、増税しなきゃいいと言われて、説得力があると、 そう言いました実はこの共産党の人というのは私のことであります。ポイント還元制度、商品券、増税前からどうやって戻すかを考えるぐらいだったら、増税をしなければいいではありませんか。<laughs> 消費税増税を喜んでいる人はほとんどいないと思います。せいぜい安倍晋三さんと、麻生太郎さんと、 竹中平蔵さんとその周りの一握りの人たちだけではないでしょうか。圧倒的な人たちは増税はやめてほしいと思っている。でも、もう止められないのではないかと思っているんじゃないでしょうか。そんなことありません。萩生田さんは言いました。次の日銀短観よく見なきゃいけないと。次の日銀短観7月1日です。要するに、 七月でも増税は中止できるということを政権の中枢が言ってるわけであります。社会保障のためならしょうがないんじゃないか。こう思ってる人もいるでしょう。安倍さんが言いますから、全部社会保障に使うから勘弁してください。勘弁してほしいのはこっちであります。消費税は社会保障のためだと言って、どんどん悪くしてきたではありませんか。今財務省は、財政制度審議会は、 75歳以上の医療費を2割負担にする等々、増税に合わせて社会保障の大改悪を計画している。いや、財源がないから仕方がないのか。そんなことはありません。先ほどからお話しあるように、税というのはお金を持ってる人からもらうんです。儲かってる大企業からもらうんです。これが税金なんです。大企業の法人税、さまざまな優遇をやめて、 せめて中小企業並みの基準で法人税を払ってもらえば4兆円。株で大儲けをしている富裕層の皆さんに平等に所得税を払ってもらえば3兆円。アメリカ軍への思いやり予算やめれば4000億円。合わせて7兆5000億円。大企業への行き過ぎた思いやり、富裕層への思いやり、アメリカ軍への思いやり、これをやめて。 例えば国保料、高すぎる国保料を大幅に下げていく。大学の学費、専門学校の学費、直ちに半額にする。最低賃金、直ちに全国どこでも時給1000円をするために、今の7億円のわずかな中小企業支援を7000億円に引き上げる。これ消費税増税でなく、先ほどの財源で7兆5000億円できる。 消費税3%減税するだけと、同じ、それだけの効果があるんです。こういうことこそ今、政治がやるべき仕事ではないでしょうか。<laughs> 一機116億円の F35 ポンコツ戦闘機を、147機も買う。こんな馬鹿げたことをやめさせようではありませんか。<laughs> 野党の党首会談が来週行われます。 参議院選挙に向ける共通政策に、増税中止もしっかり盛り込んで、今度の参議院選挙で、一泡吹かせようではありませんか、増税中止の審判を、そして安倍政治を倒すために、市民と野党の共闘で全力で戦い抜く決意を表明して、連帯のご挨拶あいたしましたありがとうございましたしま党